ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょいワル先生の今週の一発予想。はい、ちょいワル先生はお休み。お休みです。ちょっと土曜日日曜日出張で、まだ今向こうにいらっしゃいますね。向こうというのは、ですね、新潟に行ってらっしゃいまして。あ、今日新潟ですか。はい、まだ戻ってこれないみたいです。新潟からじゃあ多分見てますね、これ。はい、見ていただいてると思います。はい。じゃあチームちょいワルジュニアの中から、はい、選抜メンバーの川端さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今週はですね、まあ、先週雇用統計だったということもあって、まあ、先生も非常に来たかったみたいなんですけど、はい、まあ、今日は私の方からということで、早速ですね、気になる雇用統計、はい、はい、どうだったかというところで、ね、気になりますね。はい、しっかりお話ししていきたいと思います。はい、はい、まあ、先週はですね、まあ、大きな出来事として3つありまして、うん、まあ、ADP 雇用統計は、まあ、正直言って金曜日の雇用統計なんですね、うん、あの前哨戦みたいな形だったので、これあんまり気にしなくていいって、まあ、あんまり気にしなくていいというやつなんですけど、うん、まあ、次のですね、8月3日に行われましたイギリスの、うん、中央銀行の政策金利の発表ですね、うん、これがですね、まあ、あのホーブスさんっていう人が、まあ、ちょっと今回退任ということで、うん、まあ、1人減ってた状態なんですけど、うん、まあ、前回ですね5対3っていうような状態で、まあ、金利据え置きとね、いうような状態で結構暴騰したんですけど、ですよね、はい、まあ、今回そのホーブスさんが利上げ支持派だったんですけど、うん、その人が抜けちゃいまして、まあ、6対2になったというので、うん、まあ、かなりですね、まあ、前回よりもまあ利上げ派が減ったという印象を受けたのか知らないんですけど、ポンドが 1.5 円ぐらい下がりまして、うん、まあ、なかなか持ってる人にとっては、まあ、ポンドのまあ大モードですね、言われるゆえんをこう見せつけられた日だったんじゃないかなということで、うん、まあ、ちょっと今後もこれはちょっと注目をして見ていかなきゃいけないかなとは思います、うん、これまだ逆転ってありそうです。ですね、まあ、要は新しくまだ一人が入ると思うんですけど、うん、その人が要は利上げの賛成派なのかどうなのかっていうのが、まあ、かなり変わってくると思いますので、うん、ここが新しく誰が入ってくるのかとかですね、まだ、与党派が入ってくるって言われてるんで、現状維持の方向で来るっていう人が入ってくるとまたポンド下がっちゃうかな。じゃあ何とも言えない状況ですか、まだ。そうですね、まあ、どっちに転んでもおかしくない。おかしくないですけど、まあ、方向的には下かなっていうふうに思います。利下げ派、利下げ派、まあ、現状維持派です。あ、現状維持派、はい、利上げはちょっとまだ早いって言ってる人が多いという状態です。で続いて雇用統計、8月4日、はい、もうこれがメインですね、うん、もう正直言ってですね、数字の内容で言えばですね、現状で言ったらもうほぼもう100点満点みたいな、うん、いい数字だったかなと思います、うん、まあ、前回の発表値もさらに情報修正で上乗せして、で雇用者数も今完全雇用って言われているような状態の中で20万人超えてくるってかなり、まあ、強い数字になるんですけど、ですね、うん、まあ、そこをしっかりとクリアと、うん、で失業率も変わらずで、まあ、かなりいい数字なんですけど、うん、この状態だったんですけど、まあ、発表後上昇自体はかなり限定的でして、うん、まあ、ここ最近、まあ、国内のね、アメリカの国内の話ですけど、トランプさん自身にかなり、まあ、政権にかなり問題があるというので、うん、ドル安が非常に強い状態かなというような状態でですね、まあ、7月に就任されたスカラムッチさんでしたっけ、広報部長を10日で解任しちゃったりとか、うん、まあ、かなり幹部をですねすぐに切っちゃうみたいな状態で、本当にこの政権大丈夫ですかというようなところで、うん、まあ、せっかくいい数字出してくれてるのにですね、うん、あの民衆が頑張って出してるのに、うん、これじゃダメだなみたいな感じかなとは思います、うんうん、なんかトランプさんのね、なんか発言が昔ほどインパクトなんかなくなってきてますし、まあ、ちょっと弱々しいですよね。弱々しいし、はい、うん、なんかもっと強気にねやってくれればドルももっと上がってくるのかなとは思うんですけど、うん、ちょっと今期待できないですね。そうですね、はい、一応次がですね、うん、雇用統計の時の動きになるんですけど、はい、あ、まあ、これ真ん中のあれが、そうですね、雇用統計と、はい、これ15分足ということで、一番最初に伸びているところが、これが発表直後の15分なんですけど、うん、まあ、値幅で言ったら多分、ね、70銭ぐらいなんで、かなりいい数字の変わらずこんなもんかと思ってですね、うん、まあ、そんなと思ってたんですけど、結果的にもう一個一つ、ね、伸びているところがあると思うんですけど、はい、ここがですね、あのコーン NEC 委員長っていう人が、うん、まあ、あの要は秋にですね税制改革の、まあ、案を出しますよと、うん、でこれでかなり大幅減税の話が盛り込まれるっていうのが、まあ、ちょっとここでコメント出してましてですね、まあ、雇用統計の内容もね良かったのもあるとは思うんですけど、まあ、ちょっとだけ上乗せをしてくれたような、うん、チャートの動きにはなってます。うん、はい、まあ、1日で見たらねこれすごい上がってはいるんですけど、うん、これちょっと次のねチャートが非常に面白くて、これ1週間の、まあ、週足というやつなんですけど、うん、まあ、そこに52週平均線というのをつけさせていただいてまして、うん、まあ、日足でいう200日みたいなねちょっと長期の、まあ、サポートになる部分なんですけど、うん、これまでですね2回こう弾かれてまして、うん、で今回こういう時悪かったら
まあ、今週の、まあ、先週ですね、うん、先週の1週間の部分がですね陰線で終わるところだったんですけど、うん、まあ、なんとか雇用統計で盛り返してですね、うん、まあ、ドルを買いで持ってる人にとってはちょっと一安心みたいな、それが陰線で終わってるとちょっと危なかったかなっていうところでもありますんで、うんうんうん、まあ、引き続きねでもこの水準ではまだまだ安心できない状態なんで、うん、まあ、先ほど言ったようにドルちょっと今上値重たい状態ですから、うん、まあ、なんか上がってもガクンと下がっての繰り返しで、そうですね、悪いニュースだとすごい下がっちゃうのが今、うん、まあ、頭が重たいところでして、いいニュースが出てもちょっとだけ上がって、で、悪いニュースが来るとドーンと、はい、そうですね、うん、私がこの会社に3年前ですけど、3年前にこの数字がもし雇用統計で出てたら多分2円ぐらいだったんですよ、はい、それでも全然おかしくない数字ですけど、うん、まあ、今はちょっと状況的にドル自体がもう上値が重たいような感じなんで、なるほどね、うん、まあ、なかなか買いで持ってる人はもう多分うかうかしてられないんじゃないかな、うん、いつ決済しようみたいな感じだと思いますけど、そうか、はい、難しいなこれは、難しいですね、うん、はい、で、まあ、今週はですねその雇用統計明けということで、うん、まあ、なかなか取引量が減るところではあるんですけど、うん、まあ、そんな中でもですねいくつか、まあ、注目のですね指標がありますので、うん、まあ、そちらのご紹介をしたいんですけど、はい、はい、まあ、まず一つがですね、まあ、毎週あるんですけど週刊原油在庫ということで、うん、まあ、今値段がですねこれだけドルが下がっている中でそれでもまあしぶとく残っているのは結構原油によるところが、まあ、大きいんじゃないかなと個人的には思ってまして、原油の価格自体は結構反発をしているような感じでですね、うん、まあ、お客さんなんかは最近ガソリン高いよって言って文句言ってくるんですけど、うん、まあ、そのおかげで今かなり、まあ、為替だけじゃなくて株なんかの市場も、まあ、底値がある程度硬いような状態、うん、そういう意味では今週の9日の、まあ、週刊原油在庫でもし原油価格が下がるような内容だったらちょっと下げに拍車をかけてしまうのかなというふうには思ってます、うん、はい、で次がまあ10日ですね、これまあ朝なんですけど、うん、ニュージーランドの政策金利の発表ということで、うん、まあ、正直政策 の、 あの内容は据え置きなんですけど、うん、まあ、要は今後どうするかっていう話でですね、うん、まあ、前だったら結構強気な発言を出してたりもしたんですけど、うん、ここ最近非常に弱気なんですよ、うん、はい、まあ、ニュージードルが高すぎるともっと安くしたいみたいな感じの発言が出てくる可能性が非常に高いのと、うん、まあ、あとは出る時間帯ですね、はいはい、今、まあ、FX の取引時間がですね朝6時までというような感じなので、うん、一旦こうできなくなる時間帯での発表なんで、うん、まあ、いわゆる窓開きというような状態が出る可能性が高いので、うん、まあ、皆さん、ね、夏休みに入れる方多いと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと朝早起きすればチャンスになるかもしれない日だと思います、うん、ニュージーランドは今高いんでしたっけか、ちょっと、ね、下がってきてます。オーストラリアドルは結構、ね、堅調に上がってきてるんですけど、うん、ニュージーランドはそれに比べると鈍い感じですね、うん、はい、まあ、そういう意味でもちょっと期待をしたいかなと思ってます、うん、はい、あとはやっぱりドルですね、うん、はい、まあ、今利上げがですね年内にできるかどうかっていう部分で、まあ、大方ねできるっていう予想ではあると思うんですけど、うん、まあ、その不透明感がねどうしてもまだ出てるというところで、そこをまあやっぱり明確に透明にしていこうということになれば、うん、まあ、消費者の物価指数だったりとか、まあ、今後のアメリカの経済指標に関しては、うん、まあ、全部ある程度いい内容じゃないと、うん、なかなかちょっと上がっドルは上がってこないという話でですね、まあ、ぜひちょっとドルの買いを持っている方はですね、うん、まあ、注目をしておいていただきたい内容になります、うん、はい、これ結構あれですね、昔はその、まあ、ドル一強ってね、そうですね、先生言ってて、はい、なんか困った時にやっぱりドルの動きで結構なんとかなったもんですけど、はい、そうですね、今ドルもユーロもなんかそうです、ね、どれもなんかこのなんていうの軸となるものがない、まあ、パッともうその時々で強いやつみたいな感じですね、不動の1位はいないですね、なかなか。ですよね、はい、ユーロのなんか動きっていうのは最近ねちょっと気になるんですけど、はい、どうですか最近。ユーロはですね今結構底堅くて下がらないんですよ、うん、全然、うん、はい、まあ、上げもしないんですけど、うん、なんかドルに比べると非常にしっかりした動きをしてるかな。でこっちも秋にですね、まあ、あの金融緩和の縮小について明言があるかもしれないっていうのを前回の ECB の時にも言ってますんで、うん、非常に秋にかけて楽しみかなと。秋か、はい、でこれまでやっぱりどうしてもドルが強くてユーロが弱いみたいなですねイメージの方も多かったと思うんですけど、うん、ひょっとしたら逆転するかもしれない、うん、っていうような状態が今ここ最近の動きだと出てるかなっていう状態ですね、うん、今じゃあユーロはとりあえず一休みしておいて秋あたりから何か仕掛けたら面白いんじゃないかな、はい、ない動きがかなり出てくる可能性は高いと思います、はい、なるほどね。でとまあ、一応米印つけさせていただいたんですけど、うん、今週はですね、はい、まあ、
日本だけじゃなくて海外でも結構お休みの方が多いので、うん、まあ正直取引量がねすごい下がると思うんですよ、もちろん。ただそうなると、まあ、今日挙げさせていただいた、3つの発表の中で何かちょっと目立つようなものがあると、うん、まあ、内容以上に値段が動く可能性が非常にありますので、うん、まあ、そこは皆さん取引をされていらっしゃる方はですね、まあ、もうお分かりだと思いますけど、うん、ぜひご注意をしていただいて。そうですね、はい、お休みだからって言ってね値段見てないと大変なことになっちゃいますので、はい、注意をしていただければと思います。うん、はい、休みの日時こそね、そうですね、やっぱりちょっと注目しておきたい、やっぱ指標いろいろあると思います。はい、ぜひ注目していただければと思います。はい、ちょっと難しいな、はい、今週ちょっと難しいんですよ、ね、材料もあんまりないですよね。もう本当に絞って絞って今週はやっていった方が皆さんもいいんじゃないかなとは思いますね、はい、手広くいくよりは。はい、はい、じゃあ絞っていただきました。川端さんの今週の一発予想はこちらです。はい、来ました。はい、ニュージードル売りですね。うん、うん、うん、はい、まあ、政策金利の発表も前にですね、売っていただいて大丈夫だと思うんですけど、うん、まあ、もしちょっとね上がるようだとか、まあ、もし動きがないとかだったら追撃で売っていただいても、今のニュージーランドのドルの長期化でやったらいいかなとは思いますね。うん、うん、はい、久々に出てきた感じがします。そうですね、うん、はい、これけど私も久々に言いました ね、 ねえ、これ米ドルはちょっとやっぱなかなか動きづらいですね。でもね、読みづらいですね。読みづらいですね、はい、なんかやる割には取れなさそうな、あ、動きですね。なるほど、リスクを取り勝ちがなさそうなので、ということで川端さんの今週の一発予想は、はい、ニュージーランドドル円の売りできました。はい、ではご案内、はい、こちらです。はい、私からちょいワル夏の2大セミナーのご案内をさせていただきます。はい、ちょいワル夏の2大セミナー。はい、はい、はがちゃん。はい、第1弾は8月20日日曜日の福岡でのセミナーです。はい、福岡凱旋だよね、これ。はい、そうですね。ちょいワル先生の地元ですからね。外気合入ってますんで。うん、うん。でセミナータイトルの通り、昨年6月のイギリス国民投票、11月のアメリカ大統領選挙の大相場を制したちょいワル先生のオリジナル手法をすべて公開します。おお、太っ腹。はい、お得なセミナーになってますんで。うん、そして第2弾は8月26日土曜日に仙台にて行われる FX ワンデーマスターセミナーです。うん、FX の基礎知識や専門用語、実践的なトレード方法の伝授と、ちょいワル先生によるスペシャルセミナーの豪華2部構成となっております。うん、これから FX を始めたいとお考えの方や、なかなか成果が出ない九州東北にお住まいのトレーダーの皆さんはぜひご参加ください。はい、なお仙台のセミナーには私も参加させていただきますので、よろしくお願いします。はい、8月の26日仙台です。ぜひ3年ぶりか。はい、ちょいワル先生3年ぶりに仙台上陸。はい、これはね、ぜひ行っとかないと。なかなかね、今回ちょっとお願いしてます、はい。はい。仙台、東北の皆さん、ぜひ、8月26日のセミナーの方にご参加ください。これもう絶対聞いておいた方がいいからね、はい、先生のお話はね。もう年末にかけて必ず勝てる話をね、持ってきてくれると、うん、ですね、思ってますんで、はい、はい、このぜひ楽しみに来て、ね、はい、夏休みの終わりの時期にぜひご参加。あと3席しかないの？でもね、すごい人気なんですよね。先生の名前出すとすぐ人が来てしまうんで。はい、でもあと3席なんで、もう急げフリーダイヤルって感じですね。はい、今すぐ電話してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、今週の人気者ちょいワル先生の今週の一発予想のコーナーでした。川端さん、はがちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。